はい、皆さんこんにちは、今日もよろしくお願いします。お便り来てます。2つ前の動画で指の長さ制覇するのが難しくなるぐらい短いですとかっていう話がありまして、実は意外に短くなかったとかって思い込みがある場合もあるんで測ってみましょうというような話をしたんですが、早速ですねお便りいただいております。測定結果と質問、これは県名がですね、測定結果と質問、高重人先生いつもお世話になっております、T ですと。私も自分で指が短いと思っているので測ってみました。丸1測定結果、どの指も第三関節までだと先生より1センチ前後、括弧 0.7 から 1.3 センチ閉じるですね。人差し指は 0.9 センチ短かったです。人差し指の第一第二関節までと第一第二ですね、先から数えます。先生の 2.5 と 4.7 に対し私は 2.6 と 4.4 でした。意外にも自分で考えていたより短くなかったというのが正直なところです。本当に思ったより短くはないですよね。丸2、制覇で困っているか。以前の制覇ですね、以前と後で今の制覇について教えてくれてます。以前の制覇、自分では指が短いから制覇はやりづらいと思っていました。あまり意識したことはないけれど、以前のコンサートを弾いていた癖もあり、人差し指を4弦の上の方まで出して、第二関節をきっちり曲げることなく、横から見ると135から150度くらいか制覇していたように思います。丸3、今の制覇、ちょうど今先生に動画フォローしていただいたりして、エクササイズ2で制覇しての F、 まあ F シャープとか G ですね、細かく言うと、まあ、F の形を制覇したやつ、4弦の薬指が3弦に触れないように対策を検討中。制覇の時も第二関節をしっかり曲げるというのは人差し指が短いから無理と思っていましたが、今やってみたらあれれ、すでに90度ぐらい曲がっていました。驚きました。そこまで意識してなかったので、中指や薬指、小指の関節を曲げているうちに人差し指も自然に曲がっていった。ただし第二関節と第三関節の間の部分が指板の下側にぴったりついている状態です。丸4、質問、そこですみませんが質問させてください。人差し指制覇で第二関節をしっかり曲げて制覇はできたけど、上に書いたように第二関節と第三関節の間の部分がこの辺ですね、指板にぴったりついていてよいのか、演奏などに支障はないのか、お忙しいところ申し訳ありませんが教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。ということで K さん、タイムリーな測定結果とですね、疑問について本当にありがとうございます。あ、嬉しいですね。この反応がないと反応がないと寂しい動画みたいになっちゃいますね、さて解説的に言ってみますか。で、さっきも話しましたけど、この第二関節までのところですよね。この第二関節、ここまでで、第二関節で曲げて、こうやって制覇しましょうねと。できるといいですね。こう、軸上に親指が来ると、テコの原理が使いやすいですね、なんていう話をしていて。そう。で、第二関節がこんなになってますよと。まあ、ここが以前は130度か180度、150度ぐらい。まあ、こんな感じだったんですかね。まあ、これはこれで何度だって、まあ、全体として最終的に音がきれいに出ればいいんですが、これまあ、曲がって軸がうまくいく方が、長時間の演奏とかでこう、テコの原理をうまく使うと非常に楽になるので、それも使えるよといいよねって話なんですよね。
全部これじゃないとダメとかってなると逆にしんどくって、そしてお話の中で出てきた、まあ、F 系のコード、これ F ですが、これを2制覇でこう中指薬指に変えてやるとこれ G コードになりますよね。でここで、まあ、指しっかり曲げて、特に薬指が第一関節曲げて3弦に当たらないようにしましょう。当たると伸びるとこの中に当たってくるんで、この辺の話をまあ私がしょっちゅうしてるわけですよね。で、見てるとこうきっちり曲がっていましたと、曲がってたと言うんだけども、曲がるとこの2関節から3関節のところがこう指板にくっついちゃってますが、いいのですかというのは、まあ、もう答え出てますね。きっちりくっついてますよね。で中指こんな感じか、薬指ももうついてますよね。小指はまあつかない、指先がつくって感じですけど、というわけで下がピッチリついていいですよ。うん。でそのおそらくですね、今後その弾いてるうちになんか今までとやってなかった形になってるんで、なんか変なこと起きたら困るなっていう、あらかじめ的なご質問だと思うんですが、それで特にですね、今までやった曲を弾いてみて、そのせいでやりにくいなんていうことはなければ全然問題ないですし、今の感じで僕もついてますので、問題ないですね。うん。で、まあ、測定してみてやっぱり自分も思ったより短くなかったっていうの良かったですよね。こういうやっぱ測ってみないと、主観だとうまく弾いてる人はきっと長いんだとか思っちゃってるんですよね。これ非常にもったいないんで、それで自分はできないに違いないと思い込むと、そのできない結果を受け入れるような、なんていうんですかね、行動が増えちゃうんですよね。これ本当にもったいないんで、疑った方がいいですよ。自分が不利な状況なのかどうかなんていうの、自分は不利だからできない、状況が悪い、何かが恵まれてないとかって言い出すとですね、それ楽なんで、そっちにどんどん その真実が出てきてしまうので、んなはずはないと、自分はできるとできるに決まっとるだろうがみたいな感じで確かめていくといいし、本当やっぱ不利な状況っていうのさ、はっきりすればやっぱ それなりに対応取れるので、あやふやなことって厳しい現実に当たりたくないっていうのもありますけども、ニッチもサッチもいかないこともあるので、やっぱこういうふうに測定されたっていうのは非常に素晴らしいと思うんですよね。うんうんうん。そして自然に曲がるようになっていたと。うん。まあ全体のフォームとかも一緒に直してきているんで、そういうところもあると思うんですよね。でやっぱ結構短いですよっていう声もあったりして、でもそう、さっき全体としては1センチぐらい短いんだけど、人差し指はトータルは 0.9 センチか9ミリか、でも第二関節までは2ミリしか違わないとかっていうのもあって、まあ微妙な測り方の誤差もあるとは思うんですけども、意外にその制覇に関する部分は大して変わらないとかっていうのあって、で人によってこの指の長さがどの指が長いとかっていうのも違うでしょうし、僕中指が長くて次薬指とかってあるんですけど、でどの関節部分が長い短いもあるはずなので、やっぱり思い込みよりも測定してみるとはっきりするなというのが教えていただいて、僕も本当嬉しいんですよね。で常に第二関節をしっかり曲げて制覇しなきゃいけないかというと、そんなことなくて、常にそうである必要はなくて、この結局よく使う CEFG7 の3コードを例えば2制覇でやった時ですね、F が2制覇こっちだ、F が G になり、
C が D になる、 G7 が A7 になるんですけど、この時って1弦を人差し指の正波で鳴らしてるタイミング1回もないので、この時別に1弦鳴るように正波できてなくていいわけですよね。で3コードっていうのはかなり頻度が高いので、この時あの上3本でいいわけですよね、押さえてるのは。だから他の指が押さえやすいように、この人差し指の第二関節以降はこうどうなってもというか、まあある程度は全体の持ち方含め押さえやすくなったらいいんですが、その時はあのかっきり90度とかって ならなくてもよくて、いやなってもいいのか、なってでもなって届かないとダメなのか、うん、まあ一弦が鳴らないけども曲がりますよっていうやり方があったらそれでもいいよと。でまあでなるべく曲げる的な感じを増やして、で一弦まで行かなきゃいけない時はこれ曲がってると一弦が鳴りにくいんであれば、その必要に応じてこう伸ばし方を変えて、第二関節だけじゃなくて第三関節とかも使い方あるので、そこのバランスですよね。バランスをとって、まあトータルで曲を通じて綺麗に音が出ればいいし、でなるべくまあ第二関節曲げて全体がまあ不具合が出ないあの領域を増やしていったら、あのなるべくこう親指の疲れとかね負担が減ってくるんじゃないかなと思ってますので、引き続きそのあたりですね、一緒に探りながらやらせていただければ嬉しいなと思います。はい、本当に嬉しいお便りとかですね、細かく教えていただいてありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。参考になったら幸いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。